はい、どうもトムスライムです。今日はですね、見てください、大阪に来ましたよ。通天閣の中の、このビスコの自動販売機ちょっとやってみたいと思います。で、ルーレット、あ、どうもどうも。で、このルーレット最低3個当たって、で、一番ラッキーだと6個当たるという。頼むよ。はい、じゃあちょっとね、200円で3個で、ね、いきたいと思います。いきますよ、200円入れます。いくよ。なんかルーレット回ってますけど、これでストップボタンをちょっと押して、ルーレットを止めて。ここで止まれへんよ。いきますよ。いいよ。これ、ここだけ止めればいいですか。簡単なことだよ。うまい。あ、いやいや、まだ動いてる。あ、これ動いてますね。あ、でも4個です。すげえ。まあ、中途半端にですけどね、まあ、4個です。ただ選べないですかね、これね。4個じゃすごいだろ。あ、本当。ただ、味がこれ選べないというね、うん、ただ4つ当たったんで、まあまあかなと思って、うん、はいはい、皆さん、次おじさんがやりますよ。おじさんがね、後で行きますからね。はい、私も行きますよ。普通のビスコ、あとはいちご味、あとは小麦、あとはね、カフェオレっていうことで、ね、4種類ね、当ててましたね。次はね、おじさん行きますから、はい、これはカットになりますんでね。おじさんも、おじさん全然見てません。こういうの見ちゃいけないんだよ。見ちゃいけないんだよ。見ちゃいけないんだよ。これでいいんだよ。違う、ここ見ちゃいけないんだよ。見ちゃいけないんだよ。あ、最低な3個ですね。すいません。最低 3個。おじさん3個です。これがね、これが悪い例です。はい。すいませんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。最低3個、ビスコ当たりました。もうなかなか面白いですね、これね。YouTuber だ。